農学。農学、農学とは、農業、林業、水産業、畜産業などに関わる応用的な学問。農産物の栽培、育種、生産技術の向上、生産物の加工技術などや、生産に関わる社会的な原理、環境の保全など、第一次産業に関わる幅広い事柄を研究し、産業の改良と発展を目指す。 講義の自然科学に属し、科学、生物学、地学などを基礎とするが、社会科学も基盤の一部をなす。日本農学会の資料をもとに分類した。前近代の農学については、農書も参照。学校は、農学校も参照。国家財政に影響が大きい林学は、封建時代に、帝王学、官学の一部として体系化が進んでいたのに対し、 農耕地を対象とする農学は一般民衆の学問として発達し近代的科学の一分野としての農学が確立する以前にも高等伝承により農耕や飼料の技術やノウハウが知識体系を形作っていた記録に残る最古のものは紀元前19世紀にメソポタミアで発見された年度版で考えやネズミ対処に関するアドバイスが記されている 古代エジプトでも、ナイル川の洪水での作物に対する影響を小さく、抑える方法などが書かれた書物が見つかっている。また、主食である作物などの栽培技術と別に、育種学、素材栽培技術などの園芸学、発酵技術などは、カトリック教会、日本の寺院など、封建時代の聖職者によって洗練されていた。古代中国では、 春秋時代に税制が広まるにつれて、収穫をいかに上げるかという問題が関心を集め始め、五感は実用的な農業研究と研究成果の宣布を推進した。北魏の顔も、歌詞教編さの生民養術、生民養術、535年前後は完全な形で現存する最古の農業書である。日本では、 江戸時代に農業全書が出版された。近代的学問としての農学の確立は1840年代のドイツ、イギリス、フランスを中心に始まったと言われる。この頃からヨーロッパ各地に農業の専門学校が現れ始め、まず農耕地生産に関わる諸分野が統合され、その後林学や水産学などの生物生産に関連する分野を統合しつつ、 現代の農学の姿が形成されていった。日本では、1870年、明治3年9月、民部省に官農局が置かれ、その3ヶ月5名を、開墾局と改められ、民部省が、農学校を設立すること、外国人を雇うこと、土器具や手病を米国から購入することなど半年の間に、大上官に上進し、米人1名は上進の翌月や言い入れられた。 ところが、農学校設立上審は大上官に認められるが、実現はしなかった。1871年、明治4年4月、開墾局は、官業局と名を変えて、さらに人用を整えたが、その夏には、民部省が廃止され、大蔵省に移されて、官業量、それも13日目に変更され、官能量という名に落ち着いた。 わずか2ヶ月の問いに5つの名を持ったわけであるが、さらに翌年には、官業料を廃止、その事務は、租税料王冠農家で担当することになった。大倉省は、農事の改良を担当した、明治4年のうちに、駒場に牧畜試験場を開き、米国から輸入した器具を用いて、霞ヶ関で西洋の穀類や野菜の栽培を始めている。 その後、奥良省官業寮の仕事はすべてその年11月に設置された内務省の官業寮に引き継がれた。内務卿は帰国後たちに、西郷隆盛らの生官論を潰したばかりの大久保、しみ道である。後に、内藤新宿試験場、現在の新宿御苑となる土地、江戸時代以来の内藤や、当主、頼り直の定地9万8千坪九千5 0 0円、仙長谷。 新宿地内の土地8万坪を2万千円、合計17万8千坪、59ヘクタール弱で購入、内藤家の土地よりも農地や民家のあった敷地の方が高値だったという。一方、1871年、明治4年開拓市時間、黒田清隆がアメリカ合衆国より、ホーレスケプロン街3名の親とい外国人を連れ帰国。 ケプロン等の進言を受け高等農業教育の動きが始まる。翌年の1872年、明治5年には東京、芝に開拓しかり学校が開設される。開拓しかり学校は1875年、明治8年に札幌へ移転、1876年、明治9年に札幌農学校に改称した。農学分野の高等教育機関として、 明治の学生改革初期に登場するのは、この札幌農学校、1876年、明治9年開設と、駒場農学校、明治11年開設が挙げられる。近代農業への政府の意欲は、もう一つの試験場に現れている。1871年、明治4年に設置された、開拓市の青山試験場で、3園に分かれ、 現在の青山学院大学のあたりに高地が、園芸試験地、青山通りを隔てたに高地は穀物など、日赤病院付近の十三号地が畜産のために開けられた。この試験場は、1882年、明治15年頃までに、北海道に移るが、早くから、米人教師が指導に当たっていたという。内務省官業寮では1874年、 明治7年1月、牧場樹芸の二組が置かれ、3月、農事修学場を設置することとなり、4月には、前の荷がか係に加えて、生茶、農兵、農学の諸係が置かれた。また、前述の東京内東新宿に、官業寮新宿市長が置かれ、事業はさらに広がりを見せる。市長の目的は、広く内外の植物を集めて、その紅葉、栽培の量費適費、 害虫駆除の方法などを研究し、両種子を輸入し一等府県に分かって試験させ、民間にも希望があれば分けるというような種子であった。さらにこの官業量新宿市町内に設置していた内務省官業量内富士新宿市町所に産業試験係と農事修学場を設立し、修学場に獣医学、農学、農芸科学と農学予科、 農学修業家等の教師を海外より招くことを議決した。同年10月、新宿試験場内には農業博物館が完成。建物の詳細は不明であるが、種子や材木の見本、肥料、紙などの外に骨格標本、鉱物、土壌などもあったらしく、農業や動植物などの書籍や辞書に混じって青菜園まであったらしい。 博物館のできた翌年にはその周囲に植物分類園が計画されていたようであるが、その頃試験場内の植物は2163種もあったということなので、ある程度の分類見本園も作ることは可能であった。後には整備が進み見学者も多くなったようで、従卵規則が1875年、明治8年5月に定められる。当時、試験場の畑は水田、 国類畑、生業園など7園に分かれていたが、さらに桑畑、菜園などが加わり、1877年、明治10年には3150種の植物があった。多くの植物は種子を欧米から買い入れたほか、もっと前の旅行者が買ってきていたもの、ウィーン万国博覧会から博覧会事務局に持ち帰ったもの、新国まで出張して探してきたものなど様々で、 素材の各種の種子や果樹病などの他に、ヒマラヤシダー、ラクウショウ、アメリカキササゲなど、造園樹木の種子もあり、現在も残る大木の中には、この頃の種子に由来するらしい。1875年、明治8年には、外国果樹の実るものもあり、試作繁殖した苗は、リンゴが青森県へ、オリーブが小豆島に送られた他110平方メートルは、 どの西洋式音室も完成する。これは開拓市青山試験場の音室とともに、日本の座重式音室の先駆けをなすものである。この間農学修学場は、本格的な農学の専門教育機関、農学校として設立することが決まり、修学場の音楽係は、第六課と改められて課長には、田中義大生、富田貞次郎が副長となった。 設立予定の修学場には、最終的に、獣医学、農学、草芸科学、未業量の4課と、農学余科を置くこととなり、ヨーロッパから教師を招くことにした。まず1875年、明治8年に、教師の招聘を、直ちに中英、中毒療講師に連絡したが、結局数カ国から集めたのでは、統制が取りがたいためか、イギリスに求めることとなる。 当時最も早く近代的農業革命を実現したイギリスに反を取って、イギリス農学の移植を試みた。まず第六課副長の富田貞次郎を、翌1876年、明治9年2月英国に派すぎ、昌平により英国人、教師5名が逐次来日した。その担当は、マック・ブライト、獣医学、カスタン、農学、近地、草芸科学、ペグ P、ピー 未行量、コックス、ユカで、未行家のペグピーは、実習、ユカのコックスは、英語の教師であった。五人のうち未行家のペグピーは思わしくない人物で二年後に、会食、他の四人は三カ年の契約期間を、まっとうして、カスタン、キンチヌ二人はさらに一二年延長在職した。公認は三名がドイツから招かれ、英語教師のコックスは、初めから家族連れで来ており、 その後も、大学予備門と、農学校の教師を兼ねて長い間務めていた。コックスの講義を受けた、ニトベイナゾーは、旧式の文章構成法に、忠実なだけの文法講師に過ぎず、あまり尊敬できないと評している。一方、生徒の方は、農地見習い生として、農学、獣医学、未業科、予科について、募集募集を開始した。156名を予定していたが、 はじめは定員に達せず、再三募集して10月には、試験を受けさせ、獣医学科3名、農学科20名が合格した。二行寮余科は、府県から1名ずつ推薦させたが、結局両科で58名であった。これに伴い、1876年、明治9年内務卿大久保利道達市で、農事修学上の入学資格及び、 学則対応など学上規則等を作成したが、翌年の10月会議においてその地が狭い上に周囲が教育に適さないなの松方正義の意見により、上目黒駒場屋に学校設置の議決がなされる。表向きは内藤新宿の土地では狭いという理由が述べられているが、実際は場所の風紀上の問題である。内藤新宿には宿場の遊郭があり、青年たちの教育には はなはだよろしくないという議論があり、地を駒場に移すこととなり、急速にその整備も進めることとなった。1877年、明治10年1月、駒場屋における準備が間に合わず内藤新宿、試験場内に修学場、農学校が付設され、試験場内の農業博物館を仮教場教室として授業が始まった。外人教師の授業には通訳がついたという、 この修学場、農学校に学んだ玉利害作りは後年、明治園芸史に、青山では、リンゴ、梨、ぶどうなど、多数の米国産果樹が立派に生死され、西洋野菜も多く、積雪化の温室、1874年、明治7年に経ったものには、花々が咲いていた。そして青山試験場が、米国系だったのに対して、官業、捨てるの試験場は、自然に、 ヨーロッパ系統ことにフランス系統になったと言って良いだろうと書き残している。この青山の温室は1885年、明治18年に小石川の植物園に移設された。新宿の授業の期間中1877年、明治10年10月に農事修学場という名称を農学校と改めた。農事修学場の名は正式に 農学校と変わっていた。新宿での授業は約1年、1878年、明治11年1月に駒場に移し、24日に改めて開校式が行われた。大久保内務卿は、明治8.9年に受けた、出展金録5423円96位、入校農学校のために剣納した。商店録は、 維新の更新に対し1869年、明治2年から国高で与えられていたが、1875年、明治8年に金録となり、1876年、明治9年に一時金の交際を支給して打ち切られていたので、大久保の権納したのは金録になってからのすべてだったかもしれない。この金は、小学備産金として長く引き継がれた。 翌1878年、明治11年5月、大久保利道は狂人に倒れた。一方民間では、津田千が学農者を起こした。津田は、幕末米国に渡り、基調ご農業を解き、自分でも栽培試験を行う。築地ホテル館の理事にもなった津田は新鮮な、西洋野菜の必要性を痛感し、まずアスパラガスの栽培に、経済的にも成功した。 1873年、明治6年ウィーン万国博覧会に政府派遣で視察出張をする。1873年、明治6年という年は、前々年欧米視察に出発した岩倉智美大使らが記帳した年である。同年、開拓市農場の養子植物は初見に活田を分けられるまでになり、山梨県には植物試験所が設けられる。 1876年、明治9年、学能者及び学農者農学校を設けた。なお、旧幕時代の小石川五百円は、植物園として、文部省の所管、園長、矢田部領所となっており、幕末から明治にかけて、植物学の本を表した、伊藤那助などが携わって、内藤新宿の試験場で、缶詰の試作で始め、後に、製品の販売もされた。また、 鳥、七面鳥、鳩なども飼われ、養蚕、生死、生茶の試験研究も行われる。駒場の牧場は、その後農学校が新宿から駒場に移るにあたり、下宇佐国に移転した。後に三里塚御陵牧場となり、1969年、東京新国際空港建設のために、栃木に移転するまで続いた。前述のように、量は、 新宿の他に、三田にも、試験地を求めた。1877年、明治10年に、三田区守城と改め、ここで内外の応用植物、果樹、有用、木村の漁師を、栽培繁殖して各地に分けたり、農産地を開くことになっていた。新宿試験場のような土地に適当でないようなものが、移されて成功したものもあったようである。1879年、 明治12年、産業試験係も含め新宿試験場の仕事はすべて三田に移され、新宿の土地は区内省の所管となる。この時、新宿試験場の第4課、受芸課の池田健三が三田育首長長に展示。また、農学校は、その後国家の整備をイギリスよりもプロイセン風にしたいという当時の政治的状況の変化の中で、急速に、 ドイツ農学の移植に変わっていった。19世紀のドイツは、リーピッヒ、リービッシュを中心とする農芸科学者によって、近代自然科学に基づく農学の建設運動が進行し、無機栄養説を中軸とする近代農学の成立を見ていた。さらに、メンデル、メンデルによる遺伝法則の発見もあった。日本の農学は、 これらに強い影響を受けて、科学、生物学を主にして成長することになるのである。農学の発展過程で得られた知識に基づき、多くの理学分野、技術分野が派生した。例えば、遺伝を扱う育種学からは遺伝学が生産効率に関わる複雑な要因を切り分ける、生物測定学からは統計学実験計画法が生まれている。 1878年、明治11年農学校の名称を駒場農学校とした。1879年、明治12年下宇佐市築場で変則、獣医学生徒を募集し、獣医学教育を開始。1880年、明治13年2月農事見習い生30名に、近藤農事修正証書が授与される。1881年、 明治14年4月内務省官労局が廃止され、農省務省が新設された。未体育首長や駒場農学校の所管は、農省務省農務局となる。樹木主権上は、農省務省三輪局の所轄となる。1882年、明治15年1月変則獣医生を、駒場農学校所属にさせる。下宇佐市築場は、駒場農学校獣医文化と、 名称変更する。同年12月第1回卒業生11名に修行証書が授与される。1882年、明治15年1月西ヶ原の樹木試験場内に東京三輪学校を創立。同年12月1日の小無教、西郷津道チ臨場のもとに開校式が行われる。生徒49名へ。1883年。 明治16年10月下納の獣医文化を東京三田四国町に移すことが議決される。1884年、明治17年2月に至って、獣医別科と解消し、修行年限を三連と改めた。1884年、明治17年7月獣医学本科と別科を合併し、駒場農学校獣医学科と呼ぶことになった。1884年、 明治17年三田に移っていた産業試験係は、農商務省会小病試験場に改装。1885年、明治18年3月に、農商務省大書記官、岩山慶義が、駒場農学校校長を兼任する。6月に、農学校及び獣医学別科規則が改正され、7月より獣医学本科と別科等を合併して、三田市国庁に移し、 駒場農学校獣医学科と呼び学び家を駒場屋に移された。1886年、明治19年東京にあった農商務省所管の駒場農学校と東京三輪学校が合併、農商務省東京農林学校開校。1889年、明治22年2月農商務省特許局長、高橋小暦夫が校長を兼任する。同年10月には、 農務局長、前田正永校長を兼任する。1887年、明治20年農商無償解雇病試験場が産業試験場になる。その後同試験場は1891年、明治24年に産業試験場は農商無償仮試験場解雇事務となり、1893年、明治26年産業試験場、1896年、 明治29年に産業講習所、1899年、明治32年に東京産業講習所、1914年、大正3年に東京高等三子学校となる。1890年、明治23年6月9日、文部大臣と農商務大臣の連名で、山形有友首相宛に農家大学設置の閣議正義文が出された。 農科大学を文部省下に置くことは、管理上、経済上の利便があり、また、その専門学校の地位を進め、大学の学部とすることにより、農林の学科を拡充できる利便もあるとしていた。この正義文は2日後の6月11日に採下を得る。しかしながら文部大臣から、大学の評議会に対して、農科大学設置の諮問を行うにあたり、 評議官の強い反感を買い、意味が唱えられた。その評議会の議論の要点は、文部大臣が事前に批順しなかったこと、帝国大学の文化大学にするには、農林学校は水準が低いこと、欧米先進国において大学の一文化として農家を受けた例がないことなどであり、評議官は総辞職をするに至ったが文部大臣が説得に当たり、全員辞表撤回。 6月17日の評議会で農科大学を帝国大学の文化大学にすることが決定された。こうして東京のウリン学校は文部省所管の帝国大学の一文化となり帝国大学農科大学と解消。初大学長は理学博士松井忠史等が就任した。この時学生数52名で建物143棟、 図書2万1557点も大学へと引き継がれた。学生及び所物件の引き継ぎは6月に開始され、9月に終了した。当時所有していた土地地席は62兆3単70とされる。また教授は23名、外国人教師及び講師は8名であった。農商務省と文部省の完成の違いにより、教授は学長を含む3名、助教授は20名でスタートした。 初代学長は、第三高等中学校長であった松井直吉が任命された。松井は、1911年、明治44年2月1日に死去するまでその職に、あった。なお、外国人8名のうち7名は、ドイツ人、1名は、イギリス人で、ほとんどは、明治20年代に退任している。外国人教師を通じて直接的に、 西洋農学を導入した時代は、明治20年代をもって、基本的に終わっと言ってよい。7月25日高等農林学校所定の学科を、履修した学生に卒業証書を、授与校科学生25名、大塚学生81名に卒業証書が授与された。9月10日の岡大学学科課程を、制定の岡大学設置当初は、旧東京農林学校の制度を継承していたが、 新たに農科大学学科課程を制定した。学科編成は、農学科第一部、農学科第二部、林学科、獣医学科からなる。農学科第二部は、農芸科学を主とするが、将来の進歩に従い農芸植物学、農芸物理学、農芸動物学、農芸科学を主にする、もの等の数部に分ける方針であった。実家製の階層には、 農学実家及び元の農学をかついたちの家業は、朝にペンを握りて行動に登り、牛肉はを取りて補助に耕し、自然に学び自然を友とし、半ばは、モテ心を浪し、半ばは、モテ身を生するにあり、とあり、実習重視の教育が伺える。当時の帝国大学、東京帝国大学時代における不設的な、教育過程、機関としては、 全国の医科大学の国家医学講習科、看病法講習科、三ンバ養成所、理科大学の簡易講習科があった。1935年4月1日農学科農業、土木学専修が農業土木学科と解消、農業土木学科設置農業の生産基盤の充実が求められ、農業土木技術者の需要が増大していたことが背景にある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。